はいどうもおじさんです。今回からこちら初恋3回目という作品やっていきたいと思います。なかなか見た感じおっと思わせるね、大小様々な女の子はいますが、こちらウィンドミルさんの作品になります。ものとしてはどうだろう、2016年に発売されたウィンドミルオアシスではなくウィンドミルってなっとるから、もともとはエロゲなのかな、ちょっとそこら辺がね、ウィンドミル作品はそこまで造形が深いわけじゃなかったからあれなんですけど、そうか、そうやね、いい感じいい感じ、はい、そんな感じですわ。はい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 、うん、元エロゲですね。はい、初恋、まあもちろん初恋なんだろうね、初恋のお話になるんだろうさ。左の二人は姉妹かな、左の二人が姉妹かな右が先輩だよな、きっと。なんか楽しみですね。まあとりあえずやっていきましょうや。うん、最初から始める。最初から始めます。お、動作説明やね。着いた。人生初めて乗りニアモーターカーに乗り、かつて、かつ会場を走るという夢のような体験をし、ようやくたどり着いた。霧ヶ峰。俺は今日この島にある学園に入学する。そうだ、まずは写真でも撮ろう。家族も無事に着いたって、家族にも無事に着いたって報告しておきたい。この綺麗な景色もぜひ見てほしい。あれ？すごいな。アルプスすぎるやろ。標高うん千メートルのアルプスすぎるやろ。へえ。携帯の電源を入れようとするが入らない。電波ではなく電源。しまった。電池切れか。道に迷うのが心配で、朝からずっと地図を調べていたからかもしれない。これじゃ連絡も後回しだ。まあ旅行に来たわけじゃない。この景色はこれからいくらでも見れるんだ。そう思うとなんだかまた嬉しくなってくる。お？正面の丘に展望台が見える。お、あそこからならこの島を見渡すことができそうだ。まあさ、海を渡ったっつっとるから島なんだろうさ。島にあんなクソでけえ山あるんだ。しかも雪かぶってるし。あれ、誰かいる。おお、かわいい。展望台の上で少女が凛とした表情でどこか遠くを眺めている。考え事だろうか。横顔なので表情はよく見えないけど、少しだけ寂しそうな表情をしているように見えた。あ、少女がこちらに気づき目がバチリと合う。不思議そうな視線を向けられていると思う。妙な警戒をされないよう少女に笑顔で手を振ってみる。しかし少女の表情は特に変化もなくこちらを見ている。ダメだ、旗から見たらこれナンパしようとしているチャラ男じゃないか。それ以上は恥ずかしくて目を合わせていられず、再び手に持っていた携帯に目を向けようとしたその時、あ、迎えの子かな、なんかそんな気がした。忽然と少女の姿が消えた。飛んだ。俺は驚いて目をこする。飛んだ。大びっくりした。するとそこには少女がいた。単なる見間違いだった。はあ、びっくりした。長旅、スケトル長旅でないとはいえ、初めてのことばかりで頭が疲れているのかな。スケトル。っていない。今度は完全に姿を消していた。
もしかして幽霊？そんなわけないか。ひっ！突然誰かに肩を叩かれた。許して！後ずさりながら振り返る。許してって一体何を言ってるんだ君は。幽霊。そこには先ほど展望台にいたはずの少女がいた。あれさっきまで展望台にいたのにどうしてここに。どうしても何も、向こうから歩いてきたからだが。少女はそう言って展望台からの道のりを指さす。確かに他に道のようなものは見当たらない。展望台そこそこ離れてるけど。脚力には自信がある。それで片付くん？お供走ってきたなら近づいた時には足音が鳴るはず。忍び足は得意でな。そんな無茶な。少女はどうあっても理由を明かしてはくれないようだ。でもあんなところからだなんて、まるで。安心しろ、幽霊でもない。私はただ君が気になって降りてきただけだ。うん、さっきの発言も聞かれていた。俺がって俺は何も、まだこの島に来たばかりで。うむ、その通り。そして君のように新参を名乗る輩にはこぞってそういうのが多い。そういう。そう言って今度は俺の持っていた携帯を指さした。ああ、盗撮だろ。そうきたか。新参者にはそういうのが多いって、この島の治安大丈夫か。違うんだ、地図を見ようとしたんだけど電源が入らなくて。っていうのも多分盗撮の言い訳の常套句だろうな。慌てて必死で弁解する。電源？本当なんだって。ほら、俺は信じてもらうべく携帯の電源が入らないことをアピールする。あ、ついた。ほほほー。ま、待って、今たまたまついてるけどすぐ切れるから。そう、たまたまだ。少しの間電源を切っていたから一時的に回復したに過ぎない。あ、名乗ってないのに名前が出てきた。姫かでいいのかな。しかし一向に電源は落ちない。付け加えるなら電波も最大だ。 Wi-Fi 感度も最高。 Wi-Fi 飛んどるん？ここ Wi-Fi 飛んどるん？すごいな。おかしいな、さっきは あれさっきまで全く反応はなかったはず。しかもおかしなことに充電器を挿してるわけでもないのに充電中のランプが点灯している。ぶっ壊れとるやん。わかった、こいつは壊れたんだ。無線充電灯ってこと。君は本当に本土から来たばかりのようだな。どういうこと、説明プリーズ。やれやれと言った表情で声をかけられる。さっき着いたばかりなんだ。それならエアーランの影響だろう。この島では電子機器はすべてコードなどの電源供給なしで空気中から電気を取り入れることができる。ほう、遠距離電波充電ってこと。遠距離電波通信じゃなくて無線充電の最強版ってこと。まあリニアモーターカーがこの四角い箱だからさ、ねえ、そういう技術が発達しとるんやろうな、きっと。エアーラン、あ、もしかしてこれがラン技術を発展させたっていうこの島の、はあ、知識はあったか。この島に入ってからゆっくりと電源が供給され始め、電源がつくようになったんだろう。ということは四六時中無線充電することになるんか。すごいな。携帯会社泣くべ。なるほど。エアーラン、島の中央に見える、ノクリアタワーからはエアーランと呼ばれる電波が発せられているらしい。このエアーランによって島では空気中から電気を取り込めるらしい。
深呼吸したら電気の味がするんかな。だからこの町には電線も、で電柱も電線もない。景観がいいのはそのおかげでもある。あ、なるほど、そういう利点もあるわけか。とかなんとか。いざ目の当たりにするとすごい技術だ。あれ、少女に変わってる。ということはこれはあれか、あの5時か。少女は微笑するともう一度視線を遠くに向ける。彼女は俺よりも幼く見えるけれど、口調はしっかりとしていて雰囲気もなんだか大人っぽい。君は何してたの？私は見てただけだ、この島を。そうだったんだ。この子がそう言うならそうなんだろう。本当は別に事情があったんだと思うけど、無理に聞き出しても仕方ないことだ。でもすごいな、本当に近未来みたいで。静電気とか発生せんのかな。風来たら充電するとか、そんなことができるなんて。科学が発展するとどんどん便利になるな。すごいなんかテンプレートな発言だな。そうだな。でもそれが必ずしもいいことだとは思わないが。でしょうね。科学の発展が進めばいろいろなことが起きる。いいことも悪いことも。少女は静かにそう言う。悪いこと。少女の言うことに心当たりはないけど、長く暮らしているといろいろなことも見えてくるのかもしれない。でも俺は今ワクワクしてるよ。この島の話を聞いた時、絶対に行ってみたいって思ったんだ。確かに俺が知らないだけで問題があるのかもしれないけど、それ以上に便利だし、すごいことだと思う。素直な子だな。だから俺はこの島に来られてすごく幸せで。ん？おらなくなった。で、またいない。物音一つ立てず、少女はその場からいなくなっていた。なんだか不思議な子だったな。自分の話ばっかする男にはやっぱり女は愛想を尽かすよな。突然現れたり突然消えたり。うん、やっぱり気になる。でもなんだかんだでいい人そうだった。幸先のいいスタートだ。近くを探せばまだいるかもしれないけど、時間があまりない。もうすぐ入学式が始まる。それまでに学生棟に荷物を置きに行かないと。また会えるかな。と、その前に。電源は入った携帯で、この景色を写真に収める。俺は今日からこの島で暮らしていくんだ。はあ、いいな、この雰囲気。本当にこんなところで暮らすことができるなんて。そんなに そんなに。主人公の育ちって村なの？すげえ。学園生が住むのは学生棟と呼ばれる、いわゆる学生寮に類する建物。俺に割り振られたのは、島の各所に30近くある棟のうちの第6棟。霧ヶ峰はまだ住民受け入れを開始したばかりなので、俺のように本土から来た学生が多く、そのほとんどが寮生になっている。もしかしてあれかな、住宅地の真ん中には綺麗な外観の建物が建っていた。これが学生棟。なんか高級ホテルみたいだ。入り口にはオートロックのような扉があり、外から覗けるエントランス部もかなり広い。一学生が使うにはとてもじゃないけど。って鍵は？違った。え、なんかおった。どうした、どうした。お目目が大きいねえ。学生棟の前には先客がいた。オートロックで開かないんですじゃないんか。この子、女の子。海外からの留学生？金色の髪に綺麗な色の瞳。ぐー
どうした？アンテナ立った。大きなカバンを持って手動でドアをこじ開けようとしている。なるほど。頑張れ主人公。まず第一の紳士ポイントやぞ。あの、声をかける前に黙ってだろ。声をかけると少女は慌ててこちらを振り返る。どうしました？いや、エクスキューズミー。申し訳ありません。扉が開かなかったもので。普通に日本語でよかったみたい。あら、管理の方ではありませんのね。不調が。お嬢様。はい、今日からここに入る予定のものです。まあ、そうなんですのね。私も本日よりこちらの学生棟へ入棟予定なのですが、扉が開かなく困っておりまして。申し訳ありませんが、何かご存知ありませんでしょうか。オートロックだからカードキー通さなあかんのじゃないの。流暢な日本語にお嬢様言葉。なんだか俺の方が緊張してしまう。新入生ということですよね。でしたら確か手続きは必要ってパンフレットに書いてあったような。手続きですか。アホ毛がハテナになっとる。かわいい。ちょっと待ってくださいね。 あった。俺はカバンの中からパンフレットを取り出す。扉を開くときに開いた部、開くときに開いた部が必要みたいですね。事前に支給されてませんでしたか。少女の言葉に引きずられて、なんだか口調が丁寧になってしまう。開いた部、これでしょうか。少女がカバンの中から携帯端末を取り出す。はい、開いた部に入ってる学生証をはじめに認証させないとダメみたいです。なるほど、この開いた部というものが必要でしたのね。はあ、助かりましたわ。いえ、気にしないでください。それじゃあ入りましょう。そう促すと少女はにこやかに開いた部の電源を入れようとして何か思い出したかのように動きを止めた。私の開いた部は電源が入らないのでした。この人もさっきの俺みたいなことを言っていた。電源？もしかして島の外の話では？はい、電池が切れてるんじゃないかと思って。なるほど、よく考えてみたらあれか、あの充電の端子も必要ないんだ。我々ほらスマートフォンを USB-C とかさ、なんかライトニングケーブルとかで充電しとるじゃないですか。この無線充電だからそれすら必要ないんだ。すごい面白い。だから島の外では充電できないんだ。だってそもそも充電する必要がないから、端末のその端子がないからさ、外では充電できんし、中では勝手に充電されるしってことか。すごいな。こちらに着いたら詳しい方にお尋ねしようと思っていたのですが、これじゃ中に入れませんわ。多分今なら使えると思いますよ。確か電源はここかな。あ、動きましたわ。どうして。びっくりマーク日本になってる。この島にいる間は充電とかしなくても使えるみたいです。確かエアーランという機能で。アイタブはこの島で使うように作られているから、ケーブルを挿すような端子もない。エアーラン、それってこの島の。はい、つまりこの島なら電池切れは発生しません。まあ、お詳しいんですのね。ああ、実は俺もさっき教えてもらったばかりで。これを入り口にかざして、こう？こうですの？女の子は開いた部を入り口にかざす。認証が通り、学生棟のドアが開く。開きましたわ。はい、それで今
それで、初回の認証ができたので、これからはアイタブを持っていれば自動で開くようになるみたいです。なるほど、そこも無線通信できるんだ。すげえな。はあ、なるほど。とりあえず中に入りましょう。はい。ホテルのラウンジやん。本当に助かりました。私こういう機会に疎くて。同じ新入生ですよね。俺も今日この島に来たばかりなんです。まあそうだったのですね。ご挨拶が遅くなって申し訳ありません。エミリア・カリモフと申します。海外留学生としてロシアから参りました。はあ、日本語がスーパー流暢だな。同じ党の新入生ということで、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたしますわ。柳原太一です。これ、こちらこそよろしくお願いします。そういえばさっき名乗ってないな。同級生なのですから、そんなにかしこまらないでください。それ?柳の腹じゃなくて柳の木の腹なんだ。なるほどね。じゃあよろしく。はい、よろしくお願いいたします。カリモスさん自身は丁寧なままなんだなと、つい笑みをこぼすとカリモスさんも微笑み返してくれる。初めて会った同級生はとても人が良さそうな女の子だった。もうすぐ入学式ですよね。荷物を置いて手続きをしたらすぐに向かいませんと。そうだね、エレベーターに急ごう。あれ、もしかして同じ階でしょうか。そこら辺の風紀は結構黙認しとるんだ。二人して一緒にエレベーターを出て顔を見合わせる。奇遇にもカリモフさんとは同じフロアの住人だった。これからも時々会うことになりそうだ。そうですわね。これからが楽しみです。純粋に喜んでくれるカリモフさんに俺も嬉しくなってしまう。それじゃあ、またゆっくり。はい、また後ほど。そう言ってカリモフさんとは廊下で別れた。海外留学生か。霧ヶ峰にはそういう制度もあるんだな。人数はそう多くないだろうけど、早速そんなこと知り合えるなんて、なんだかちょっと嬉しい。さて、荷物を置いて学園に向かわなきゃ。内装もところどころ高級感の漂う建物に驚かされつつ、俺は急いで学園に向かった。うわ、遅くなってしまった。学生棟のクローゼット、自室のロック、そして通学パス発行、それらにも初回認証を行う必要があり、すっかり出発が遅くなってしまった。便利な島だからこそ最初の手続き等はいろいろ面倒くさかったりする。校長さんにも挨拶したかったけど、あいにくと不在だった。カリモスさんは大丈夫だっただろうか。すごいな。ものすごい格好だな。エイペックスレジェンズのあのゲームでこんなん見たな。オリンパスにこれあるな。すごい形だな。そうか。そうか。なんて言えばいいんだろう。この坂は本当に使うのかっていう話は置いといて、その配線処理がいらんから、どうしてもほら、電気の配線を通すために、建物の構造も考えなくちゃいけないじゃないですか。
でもそんなこと気にする必要ないから結構自由な建物のデザインができたりするのかしらね。学生棟の地下リニアを使って数分、白熊学園、霧ヶ峰に唯一ある学園でとても広い学園だ。入学式が始まる直前だからか、学園の前にはもう人気はない。で、今はのんびりしちゃまずい、急がないと。すごいな、行動でか。よし、ギリギリ間に合った。まだ入学式は始まっていなかった。なんとか間に合ったようだ。すごい強気だな。わかります？まあ別になんかそのイチャモンつけるわけじゃないけどさ、この目の前のスクリーンがあって、左右の黒い縦のやつってスピーカーじゃないですか。スピーカーの目の前にそのパソコンとか鏡台みたいなのがあって、鏡台みたいなのがあって、音声ズドーンってなるけど大丈夫かな。どうした？うわすみません。急いでたからか、後ろに気づかずそのまま扉を閉めてしまった。目の前にいる女性に声をかける。大丈夫ですか？大丈夫。女性ってことは多分担任か。おい、そろそろ入学式始まるぞ。はい、すぐ行きます。とりあえず始まるので中に。俺はうつむいている女性の手を引いて席に着く。ありがとう。教師じゃなかった。スーパー怪しい。なんじゃこれ。休日の YouTuber かよ。いえ、そんな、こちらこそ。でもなんとか入れたよ。ギリギリセーフだよ。潜入？え？ん？不審者だった。黒いマスクをつけ、ピンクのサングラスをかけている。目立ちたいんか隠したいんかどっちよ。間違いなく不審者だった。ん？どう見ても新入生じゃないですよね。ででーん。いや、どうしても何も。こんな格好で入学式に来る新入生がいるはずないと思う。ごっこ、ああ、花粉症がつらいよ。もう遅いです。なんで？いきなりわざとらしく咳をされても。それに花粉症は咳じゃなくてくしゃみの気がする。確かに。でも怪しいものじゃないの。どう見たって怪しいものなんですけど。確かに新入生ではないけど。待って、その疑いの目はやめて。本当のこと言うから。その目をしたつもりはないけど。ね、実は新入生の偵察に来たので、この格好は偵察の姿。どういうことよ、一番ダメな格好をしとんねよ。新入生なんだからみんな制服をピシッと着るわけやろ。変装とか着崩したりとかそういうことしないわけやろ。だからこういう変装するんじゃなくて、ちゃんと制服を着て紛れてるだけで、しかも新入生だからお互いがお互いの顔を知らんわけだから入れるわけやねんか。なぜ変装をする。なるほど、わかってくれた。通報される前に帰ったらどうです？なんで？ほら見て、制服着てるでしょ。先輩だって制服着ます。着てますね。ほら。そう言いながら女性は制服の胸のあたりを強調させる。カメラ下がれ、カメラ下がれ。下がった。
ありがてー、でけえ。胸は結構大きいかもしれない。いや、そうじゃなくて。ん？ほら、白熊の制服って別にオーダーメイドじゃないですよね。誰でも手に入ると思いますけど。作れないよ。警備員さん。待って待って。これでいい？女性はそう言ってマスクとサングラスを外す。かわいい。かわいいじゃないか。学園案内にでも載っているかのような美少女。綺麗だと思った。胸がとっくりと叩かねえ。さっきぶつかったからか、少しだけ鼻が赤くなっている。ほら、怪しくないでしょ。いや、そういうことじゃなくて、いや、マスクを外したからといって行動が不審だったことに変わりはないけど、それ以上の言葉が続けられなかった。見た目で判断してはいけないとは言うけれど、彼女の見た目から感じられる雰囲気はとてもじゃないが不審者には思えなかったからだ。まだ怪しいかな。言いながらもう一度彼女の顔をしっかりと確認しようとするけれど、どこか気恥ずかしいような気がして直視することができずに目が泳いでしまう。ん？どうかな。ああ、いや、どうにも顔を向けることができず、俺は視線を前へと向ける。教壇には先生たちが集まっている。ほら、もう入学説明が始まってるじゃないですか。静かにしてください。あ、ごめん。俺は取り繕うように告げ、入学資料を取り出す。急いできたからか、またまた違う理由か、少しだけ心臓が高鳴っていた。よくわからないですけど、早く立ち去った方がいいですよ。だから違うのに。美少女とは言っても彼女の行動が怪しいのは変わらない。俺は彼女のことは気にしないようにして先生たちの言葉に耳を傾けた。壇上には次々と先生が出てきて、いろんなことを説明していく。どうやら学園の授業は講義形式のようで、好きな授業を選んで学ぶことができるようだ。授業も午前と午後で分かれていて、単位の必要数自体は少ない。つまるところ、講義自体は少なめで、各々が必要なことを自主的に勉強する機会が多く与えているようだ。実際、講義以外の、例えば離島ということもあり、農業を勉強できるし、工業の授業も選べる。そしてそのまま霧ヶ峰内の施設に推薦をもらえたりもするらしい。まるで自分たちでこの島を発展させていけるようで、おのずとやる気が湧いてくる。楽しみかも。いいね、やる気のある新入生。まだいたんですね。別に上級生は入っちゃダメってわけじゃないし。自白しましたね。どうやら不審者ではなく上級生らしい。上級生ですか。まだ疑ってる。そうだ、ほら、アイタブ見てみて。アイタブ？うわ、先輩はアイタブを開いて大きくにじり寄ってくる。近いです、近いです。肩が当たってます。スーパー童貞やねん。肩、胸だったらわかるけど肩か。童貞だな、すごいな、いいな。おお、青春、ウブだね。とは言っとくけど多分少女なんだろうな。その目怖いよ。いいからいいから、ほら。
どうやら空いた棒を確認するまでは離れてくれないらしい。俺は自分のアイタブの画面を見る。白熊学園、2年、ひかみでいいのかな、ひかみゆりのかな、氷の上と書いて、氷の川と書いてひかわって読むわけだから、氷の上って書いてひかみでいいのかな、ひかみゆりの、あとたひかみゆりの、そう、私の名前、2年のひかみゆりのだよ、よろしくね。ゆりの先輩、俺はここだよ、ここで変身。あ、はい、柳原太一くん、オッケー、覚えたよ。先輩のアドレスゲットした。ひかみ先輩はニコニコ顔だ。名前を送っただけなのにそこまで嬉しそうな顔をされるとなんだか恥ずかしい。とりあえず不審者じゃないことは分かりました。身分証明でもあるアイタブの情報を書き換えるのはさすがに難しいだろう。それで2年生の先輩がどうして入学式に？新入生の偵察だよ。それは聞きました。なんで偵察に？それはね、部活の勧誘かな。実はうちの部が部員不足でね。正解。世知辛い理由ですね。あ、やばい、主人公引っ張られる。やばい、主人公引っ張られる、やばい。それで何人か部員になってくれそうな子を探しに来たの、他の部に取られる前に。ちょっと色目使えば主人公すぐなびくやん。先輩はコロコロと表情を変えながら説明する。その忙しく表情が変わる様子もなんだか可愛らしく思えてくる。そうだったんですね。けどあんな格好で？あれは変装だよ、変装。ほら、私だってバレちゃったらいろいろと困るでしょ。これでもね、この学園ではちょっと顔が知られてる方なんだ。どうだろう、いい方なんかな悪い方なんかな。まあ先輩ぐらい美人だと自然とそうなるのもわからなくはない。だからといってあの格好だとかえって目立つと思うけど。とりあえず事情はわかりました。なんて呼べば？壇上ではまだ説明が続いている。すいません、もういいでしょうか。冷たい。先輩の話はわかったけれど、壇上、教壇ではまだ先生が話を続けている。それにまじまじと顔を見つめられて話されるのにやっぱりちょっと慣れない。あ、もしかして入学後の説明？それなら私が後で教えてあげるよ。部室においで。ほらほら、周り見て。いつの間にか説明も余談になりつつあるのか、周りを見回すと、すでに雑談をしている人も少なくない。先生も特に注意することなく説明を進めている。入学式とは言っても事前に知らされてる内容ばかりだからね。気づくと毎年こんな感じになってるらしいよ。それに今はアイタブで授業の管理もお知らせもしてくれるから聞いてなくても平気だよ。すごいな、管理社会だな。もし何かわからないことあったら聞いてよ。私でよかったらいつでも教えるからね。好意は嬉しいんですけど、今説明してるなら今聞いた方が早くないです？正論パンチ。まあ確かにそうなんだけど、先輩はちょっとブータレル。ブータレル、それに俺オープンキャンパスに参加してないんです。できれば今聞いておきたくて。そうなの？この島に来るのに事前調査なしなんて勇者だね。勉強に忙しくて俺の学力じゃ不安だったので。そうだったんだね、真面目くんだ。お疲れ様。じゃあ
わからないことだらけで大変でしょ。そうですね。でも新鮮なことばかりなので期待半分です。ふむふむ、なるほど。来たばっかりだとまだ知り合いもいない？朝に同じ棟の子には会いました。海外からの留学生で優しそうな人でした。へえ、幸先いいね。そんな子と同じ棟になれるなんて。いいな。今度私にも紹介してね。それは、はい、機会があれば。俺もさっきちょっと話しただけだし、友達になったというわけでもないので、そこまで保証できない。うむうむ、じゃあね。氷上先輩、すごくフレンドリーだな。今までこんなに明るく話しかけてくる知り合いは身近にいなかった。嫌な感じは全くしないんだけど、少し緊張してなんだかむずがゆかった。先輩の説明が終わったのがまばらな、じゃあ先生の説明が終わったのがまばらな拍手が起きる。あ、終わっちゃった。結局ほとんど聞けなかったな。うわ、ごめんね。後で教えるから。でも今は見つかる前にこっそり抜け出さないと。それじゃまたね。やっぱり見つかったらまずいんじゃないですか。あ、そうだ、最後に。氷上先輩は立ち上がるとくるりと振り返る。ようこそ霧ヶ峰。そう言って俺の隣から去っていく。俺はなんとなくまた会うのが恥ずかしく、しばらく席に座っていた。ちょっと変な先輩だったな。氷上先輩、無事抜け出せただろうか。入学説明を聞いていた程度で怒られるとは思えないけど、あの変装は呼び止められそうだ。そういえば偵察って言ってたけど、結局何もしてなかったような。入るときは一緒だったし、出るときも見送った。逆に俺も邪魔することになっちゃったかな。それにしてもまたか。また会えるんだろうか。